今季春アニメで大注目を集めているラブコメアニメ。可愛いだけじゃない式守さんと格好の許嫁。どちらとも派遣候補なんですが、結局どっちが人気なのってことで、今回は外国人のランキングと配信サイトのランキングを見ていきましょう。このチャンネルではアニメ紹介をメインに活動しています。アニメ好きの方はチャンネル登録お願いします。それではオープニングどうぞ。早速、外国人のランキングを見ていくんですが、こちらは4月22日から29日のランキングになっています。せっかくなので10位から見ていきましょう。10位、友達ゲーム。9位、史上最強の大魔王、村人 A に転生する。8位、処刑少女のバージンロード。7位、格好の許嫁。7位に来ましたね。もっと上でもいいと思いましたが続き見ていきましょう。6位、サマータイムレンダー。5位、恋は世界征服の後で。4位、パリピ孔明。3位、デートアライブ。2位、かぐや様のラセタイ。1位、スパイファミリーです。あれれ、可愛いだけじゃない式守さんがない。多分、これからランキングに入ってくると思いますが、現在の人気度は、格好の許嫁が勝っています。次は、D アニメストアのランキングを見ていきましょう。こちらは、4月5日のランキングになっています。D アニメストアでは、21位に、格好の許嫁があって、あれれちょっとやばくない ?18 位に可愛いだけじゃない式守さんがあります。ちょっとやばいと思った方、ご安心ください。このランキングでは、常に動いて入れ替わりが激しいですが、今、編集してる時点では、このランキングです。比べてみると、最近のアニメって外国人の評価もものすごく大事だから、少し格好の許嫁の方が上かもしれません。まあ結論自分が面白いと思えばそれでいいのだ。皆さんは、好きな方をコメント欄に教えてね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。僕